シドバレット、シドバレット、シドバレット、1946年1月6日から2006年7月7日は、イギリスのミュージシャン、プログレッシブロックバンド、ピンク、フロイドの初期の中心メンバー、ボーカリスト兼タリストであったことで知られる。本名は、ロジャー・キース・バレット、ラジャー・キース・バレット。1六十七年に、ピンク・フロイドの一員としてデビューするが、 薬物中毒及び精神病で体調を崩し、バンドを脱退。1968年以降は、ソロとして活動するが、1972年より後は、ミュージシャンとしては、引退隊になった。共感覚であることが、独特の感性を持つ作品として現れ、ピンク・フロイドは、もちろんデビッド・ボーイを、はじめ数多くのアーティストに、大きな影響を与える。 ピンクフロイドの残されたメンバーにとっても、天才的な才能で自分たちを導いてくれたにもかかわらず、業界や社会に馴染めず、精神を病んで去っていったバレットの存在が心に重く残り続け、前世紀の彼らの作品が圧倒的に深いテーマ性を持つ一員となったと言われる。2006年7月7日、糖尿病に起因する合併症のため60歳で死去。 ケンブリッジの中流階級の家庭に生まれる。教育熱心で音楽に理解のある両親の下で幸福な幼少期を送る。ニックネームであるシドは13歳の頃に地元のジャズバンドでプレイしていたミューシャンの名前に由来すると言われる。また、後にピンクフロイドで共に活動するロジャー・ウォーターズとは子供の頃からの友人であった。画家を死亡し、1964年に ロンドン芸術大学のキャンバーウェルカレッジ・オブ・アーツに進学。並行して音楽活動にも強い関心を持ち、ウォーターズラと共にピンク・フロイドの母体となるバドを結成。作詞、作曲、ギター、ボーカルを担当してグループを牽引する。1965年頃からロンドンのアンダーグランド界でその名を広め、多くのアーティストとも親交を持つ。その一方で、 この頃から過剰なドラッグ摂取の傾向があった。1967年にピンク・フロイドがメジャーデビューするとその端正な容姿と斬新な音楽性でバンドを成功へと導いた。しかし成功に伴うストレスや麻薬、LSD 中毒が原因で精神のバランス崩してしまう。次第にレコーディング中や公演中にも 気候を繰り返すなど、音楽活動へも影響が及ぶようになった結果、1968年にバンドを脱退する。1970年、ピンク・フロイドのメンバーや、ソフトマシーンの協力を得て、ソロアルバム、帽子が笑う、不気味に、を発表。これが、全英トップ40にランクインするヒットを記録し、EMI はすぐさま、セカンドアルバムの制作を支持する。そして同年、 二作目、その名はバレットを発表。これらの作品から、バレットは最初のサイケデリックフォークのアーティストとみなされている。いずれの作品も正常な精神状態で録音されたものではなく、ポップかつ幻惑的なサウンドに相反して危機的な雰囲気を漂わせている。その後も新作の制作が計画されたが、精神の後輩はそれを許さないところまで進行していた。 バレットが最後に公衆の面前に現れたのは1972年に新たに結成したバンドスターズとして数回のライブをした時である。ほどなくしてバンドを辞めガールフレンドと共に故郷のケンブリッジへと帰った。その後も熱烈なファンからの要望で様々な音源がレコード化されてきたがいずれも納得のいく形の作品ではなかった。 1988年には未発表音源を集めた編集版オペルが発表された。70年代半ばからは完全に実家に引きこもってしまう。以後、精神病に苦しみながら、かつての作品からの印前収入と生活炎上を、糧に隠居生活を送った。晩年になっても、パパラッチなどにその変わり果てた姿を捉えられることが何度かあったが、 ミュージシャンとして復帰することはなかった。裁判年は極度の鬱病が発症してしまうことから、ピンクフロイドのメンバーとの面会は許されず、糖尿病の合併症から失明寸前にまでなっていたと言われる。死後、実枚がバレットのケンブリッジでの生活について、サンデータイムズのインタビューに答え、その中で、死度の精神病は過度に強調されていることが示唆されていた。また、 美術史に関する研究所の執筆に傾注していたことや、地元住民と大変友好的な関係を築いていたことも語られている。看護師の立場からは、彼女はバレットに幼少時からアスペルガー症候の兆候があったとしている。さらに、五感が未文化である共感覚の持ち主であったことも語られている。ほんの五年足らずの活動期間にもかかわらず、 その卓越した音楽センスと抜群のカリスマ性からバレットを信奉するミュージシャンは数多い。リアルタイムで彼を目撃してきた世代はもちろん、その後の世代にも多大な影響を与えてきた。デビッド・ボーイはシド・バレット時代のピンク・フロイドの楽曲 C ・エミリー・プレイをカバーするなどバレットから強く影響を受けたことを公言している。また、 彼は膨大な数のバレットの絵画作品をコレクションしているという。彼の死去の際にはどれだけ悲しいか言葉にできない。シドからはものすごく影響を受けた。60年代に見た彼のギグは絶対に忘れないだろうというコメントを発表した。同じくグラムロックの代表格であるマーク・ボランもバレットの大ファンであり、バレットに憧れてカーリーヘアにしたと言われている。 ちなみに、彼が所属していたマネージメント事務所は、ピンク・フロイドが設立した会社、ブラック・ヒルズ・エンタープライズであり、これはバレットに近づこうとしていたためではないかと、ことれている。その他、ブラのメンバーも影響を受けたと公言しており、ドキュメンタリー DVD、ピンク・フロイドシド・バレット・ストーリーには、メンバーのグレアム・コクソンが出演している。イギリスのフォークシンガー、ロビン・ヒッチコックも、 大きな影響を受けた一人である。デビュー前から、こういうのあった、ミック・ジャガーもバレットのファンだと語っていた。ザ・ジャムのポール・ウェラーが、シドのような音楽を作ろうとしていたと語ったり、ダムドがバレットにプロデュースを依頼したりと、結局は実現せず、ドラマーのニック・メイスンが担当、様々なエピソードが残っている。死後もバレットの影響力が衰えることはなく、 数々のベストアルバムやリマスター版が発売されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。